さつけなんだ。人とは違うで差をつけろ。コンビニの雑誌コーナー、表紙に太字で書いてあった、自分らしさってなんだ。子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものを好きだと言って、僕らは変わってく。守りたいものが変わってゆく。理解されない宝物から理解されるための建前。大人になるほど後悔する生き物になる。でもね、それでもね、見えるものがあるんだよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる、そういうもんさ。自分らしさってなんだろう。変えられない大切があるから、変わりゆく生活が正しい。